日産、プリンスロイヤル。プリンスロイヤル。プリンスロイヤルは、日産自動車に吸収合併される、以前の旧、プリンス自動車工業が開発し、1967年から1972年にかけて、日産自動車が製造したご両車。日本では、数例しか、心臓例がないリムジンでもある。開発コード S390、形式 A70 型。 日本の皇室は1912年馬車に変えて五両車に自動車を初採用したが以来第二次世界大戦前後を通じてイギリスのデイブラーやロールスロイスドイツのメルセデス・ベンツアメリカのキャデラックなど一貫して欧米メーカーの実績ある大型高級車を輸入しその用途に当ててきた日本の自動車産業は1950年代に 至るまで世界水準から大きく立ち遅れており、十分な性能を備えた大型高級車を製造することができなかったからである。1930年代以降、五両車車体の部分改造程度は、日本の特装ボディメーカーでも施行できるようになったが、1932年以降の五両車である、メルセデスベンツ770の一部は、日本国内工場で車体の再改造を受けている。 車種など車両本体そのものの製造は長らく輸入に頼っていた。1960年代当時成長期にあり、技術水準の向上が著しかった日本の自動車工業会では、ご両車を国産車、日本車で賄うことが悲願とされた。同様の構想は政府レベルでも持ち合わせており、区内庁は自動車工業会当時へリムジンの開発を依頼した。 開発メーカー選定にあたっては、当時の皇太子、秋人新能の自動車趣味が、間接的に影響したとされる。秋人新能は自ら乗用車のステアリングを握る、ドライブ愛好者であり、1954年に、プリンス自動車初のガソリン乗用車である、プリンスセダンの献上を受けて以来、スカイライン、初代、RC 型やグロリア、二代目 S40 型など、プリンス車を長く愛用していた。 区内庁への公用車納入実績も多く、プリンス自動車の会長であり、タイヤメーカーのブリヂストンの創業者でもあった、石橋正二郎自ら、皇室へのアプローチには、古くから積極的であったことにより、これらの実績や技術面での評価も伴って、プリンス自動車が1965年より開発を担当することとなった。ただし、完成、納入時に同社が、 日産自動車に吸収合併された後であったため、社名は日産プリンスロイヤルとなった。開発にあたり、当時の技術の域を集め、メーカーの枠を超えた協力体制でほぼ日本のみの技術で完成させたが、開発を担当したプリンス自動車はもともと技術人については少数精鋭主義であり、他のメーカーに比べると常に人手不足がちであった。折しも、当時、 桜井新一郎ら乗用車開発チームが一般主販車種の開発で多忙であったため、ご両車開発については普段はトラックなどの商用車に携わっているチームが特名を受けた。とはいえ、商用車チームのスキルは乗用車チームに負けずとも劣らなかった。プリンスは先進技術採用への積極性と並んで商用車車足の耐久性の高さでも市場に定評があり、 ことに、重量課題必至となる、リムジン車 C 設計では、商用車技術の経験が活かされた。実際、開発途上で常に問題となったのは、車全体の随所で、たびたび補強を強いられることにより、当初想定より車重が増え続けたことへの対処で、あったという。開発陣は、区内一長とも協議を重ねつつ、比較的短い期間で少数生産用の、リムジン設計を完成させている。 開発中に、プリンス自動車が、日産自動車に吸収合併され、第一号車の納入は吸収合併後になったが、日産自動車では、もともと受注したプリンス自動車の立場を尊重して、日産、プリンスロイヤルの車が与えられた。一般向け販売はされず、最終的に7台のみが、製造納品された。区内庁と外務省、日本万国博覧会開催時に、 国品送迎用として2台が納入された。うち1台は1978年に、区内庁に遺憾が管理している。1980年11月から翌年3月に、かけて1台が新台車対応のワゴンタイプに改造された。昭和天皇、近城天皇の2台にわたって、ご両者としての任を果たしてきた。長らく、日本製乗用車の最高級的存在であるが、 製造後40年近くが経過し、部品交換による維持も難しく、老朽化や所々の腐食が懸念される事態となったことから、製造元の日産自動車は2004年2月、徐々に使用停止することを、区内庁へ要請。その後、区内庁は2005年に後継として、トヨタ自動車より、センチュリーロイヤルニ入が提案されたため、段階的に、 プリンスロイヤルの使用を止めることを発表した。現在は東京都立川市にある昭和天皇記念館に1台が保存されている。車体は同時期開発のグロリア3代目 A30 型とイメージを共有する建目に等、デュアルヘッドライトのデザインであるが、実際には小型車規格に収められたグロリアとのボディパーツ共用は一切分。 日本製乗用車としては最大級のリムジンボディである。最上位リムジンの流儀に沿って乗降性が考慮され、車庫は1.8メートル近くあり、ボンネットも高いが、デュアルライトと格子状グリルのデザインによって、全体に腰高感を抑えた、バランスの取れた用紙に仕上げられている。全体的なシルエットやディメンションは、同様な用途を想定される1950年代の、 イギリス製大型高級車と類似するもののデザインはプリンスのオリジナルであるが、米国車、フォードスカイライナー、プリマスフューリー等の当時先端のデザインを取り入れている。室内は運転室と座席の間に仕切りがあり、自重用に補助席を持つため乗員は8名。ほぼ手作りに近い品質管理が行われ、内装はウールを使用するなど、 当時用いうる最高の品質が追求された。内装に関しては、前席は耐久性を重んじた革張りを使用し、貴金石である鉱石には滑りにくく柔らかな手触りの毛織物を使用するという、リムジンの古典的な様式に則っ,っている、後継のトヨタンチュリーロイヤルも同様、エアコンディショニングシステムが当初から装備され、ドアや窓ガラスについては防弾対策も施された。 車色、黒の塗料は自然乾燥させているが、行行時、群衆が狭いエインドをギリギリで、ご両者を熱狂的に出迎える際、手や正気で車体を触れられて塗装が傷ついても、翌日の運行に備えて、地方の一般的な自動車修理工場程度の設備でも速やかな塗装修復ができるようにとの配慮から、極度に特殊な塗装仕様は用いなかった。これは、 宮内庁側のの配慮を受けたものでるメカニズムは信頼性を最重視し、1960年代以前のロールスロイスやアメリカ製高級車などとも通定する、保守的で堅実な構造に徹している。重装備のリムジンボディを仮装できるよう、シャーシは頑強なセパレートフレームとした。車種類は当時すでに夢中床が進んでいたが、定期的にメンテナンスできる施設があるという理から、 あえて注油点検できるようにしている。サスペンションは前輪ダブルウィッシュボーン、後輪はリーフスプリングによる固定式とし、後輪駆動方式を採用する一般的で手堅いレイアウトとなった。乗り心地には特段の配慮がなされ、イオン発生の抑制にも努力が図られた。エンジンは特別開発の V 型8気筒。 オフ W64 型 6473cc で日本製の乗用車用エンジンとしては史上最大級であり3トンを超える重量級車体を長時間連続巡航させ売る性能を確保した。プリンスは一般市販車では日本の量産乗用車発の直列6気筒最シー、エンジン G7 型 G11 型2リッターから2.5リッター級を いち早く投入する高速エンジン路線を推し進めていたが、ロイヤル用 W64 型の場合は、排気量が格段に大きいモデルということもあり、当時世界の高級リムジンで、採用例の多かった V 型8気筒とする堅実主義を取った。燃料供給は開発当時、まだ燃料噴射方式が一般化しておらず、大容量キャブレターによった、ブローバイガス処理など、 当時問題になり始めていた排気ガス対策には可能な範囲で対処している。ステアリングはリサーキュレーティングボール式でパワーステアリング機構を装備し重量車体の操縦に備えた。ブレーキも大容量が型とされている。変速機構はコラムシフトタイプの3速 AT 自動変速機だがアメリカ合衆国の大型車にも被験する大出力エンジンに対処でき、 信頼性も確保された、大容量 AT を自力で製造することは、日本製の自動車用 AT 自体が発展途上であった当時、コストと技術の両面から非現実的であった。このため、純国産の方針からは、外れるがやむを得ず、大容量自動変速機の量産、実用実績があるアりかのメーカーから、変速機を輸入調達することになった。実際に採用されたものは、 ゼネラルモーターズ、GM が量産していた、スーパータービンシリーズの3速、AT、スーパータービン400ある。これは、外国車輸入会社の最用手であった、柳瀬社長、柳瀬次郎らの協力、提言を得て公式に調達したもので、当時の GM 製自動変速機としてはやや旧式なユニットだったが、同じ GM の最新型よりも信頼性が高いことを重視して採用された。 使用時の故障が許されないご両者という特殊用途のため、ブレーキと燃料系は二重系統とされるなど、危機管理に万全を期している。またパレードなどでの連続低速走行が多くなることを想定し、ラジエーターも大型化されて、オーバーヒートを防ぐ対策も取られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。